第10期麻雀グランプリマックスベスト16 D 卓の模様をお届けします。司会実況は私楠原優雅、そして解説は柴田義和が務めます。柴田さん、よろしくお願いします。お願いします。それでは対局の準備ができているようです。第10期麻雀グランプリマックスベスト16 D 卓2回戦統杯の開始です。立ち会い人広柴田の合図により対局が開始となりました。2回戦はちーちゃに森下、なんちゃに藤島、シャーちゃんに沢崎、ベイちゃんに山田の並びでスタートとなります。全5班ちゃんの2回戦が開始となりました。さあ柴田プロ、はい、はい、2回戦もよろしくお願いいたしま す。さあ1回戦は割と平たいと言いますか。うん、そうですね、まあ、残り4戦あるんでね、どうにもなる点差ですけど、はい、はい、まあ、とりあえずトップを取れた山田さんは嬉しいスタート切れましたね。はい、でまあ、それに続くのは最後上がりじゃない一人転敗を決めた沢崎と。そうですね、まあ3万300点持ちのオーラスだったんでね、はい、まあ、浮くことが重要だったんですけど、見事にね転敗取り切って浮くことができましたね。で対立する森下プロは、まあ、トップからすかなんていう話ありましたが、ね、1回戦は4着スタートと。まあね、彼本当爆発力があるんでね、はい、まあ、マイナス 14.4 くらいは全然ですね。はい、あと1曲ドラはチーマンです。こちらペーチャ山田は初が統一、対してハグが統一は森下ローマンもあんこ、三滅はイーシャンテン。何を弾いてきたら嬉しいか。そしてシャーがあんこと各社手配にあんこや統一がある。こっちも6チッパなんでドラ固定しますか。はい、ドラのチーマンを固定するパーワン切りを選択したのは沢崎です。でもね、白をポンする転敗なんですけどね、1500が確定してしまうのでね、なかなかリーチしても2000点か。はい、まあ、打点としてはやはり不満が、白が出た、これは仕掛けない。さあ1回戦と全く同じ並び、はい、同じ席でやってますよね。森下、藤島、沢崎、山田の4名の並び、ちいちゃが森下のところ、全て一緒となっています。さあ自力で吐くあんこにしたが、ジャン頭がない形ですね。これドラ回り引くとね、後継の、しかしここは先制リーチは1枚切れの中短期、先制リーチに向かいます。あのドラ表示牌のローアンがあんこだったんですよね。そうなんでね、ドラ引きの4000オールがリーズも吐くドラ1ぐらいのね、4000オールが見えるんで、闇手にする人も多いと思うんですけどね、はい、これは4800を拾いに行きましたね。はい、歩が上がってで50分の上がりとなります。中短期先制リーチですが、中幅に1枚切れ、山に2枚残り、ね、まあ川が強くてね、自敗はまあ大体持ってきた人が切るっていう考えなんで、まあ、これもこれありですよね。はい、さあ先制、うわ、これはドラ受けが一応できていたかなと。そうですね、結構これが嫌なんですね。おお、さあここはウーワン、そうですね、あのメンホンチートイツのイーシャンテにも取れたんですけども、はい、これは、マンズの下が3ワンが3枚切れになりましたんで、はい、結構打点的に泣いたらね、安くなる、お高瀬がこうですね、ドラ1500の愚形でいいかどうかの判断だったんですけど、トイツのウーワンをそのまま切っていく選択としました。現物ですか、藤島の選択、はい、うん、カンパースを引き入れたが親のリーチを受けている。これがまだ山には2枚残り、うん、1回戦は4着の森下が気合のリーチ、うん、一発裏取らない日本プロ麻雀連盟公式ルールでの対局です。沢崎さんも行きたいんですよね、はい、3色が見えて、まあ、手材料としては十分というところではありましたが、うん、そうですね、ウーピンのワンチャンスでね、3ピンは勝負しましたけど、はい、この後どうするかなというのも。そうですね、これも安全牌は3ピンパッソーですけど、はい、これはもうやめと、はい、ドラがポツンと1枚ですからね、行きにくいですよね、はい、山田は一旦見せじまい、実務さんもどこまで押せるか、パッソーのワンチャンス、はい、この後引き入れた範囲にもよるのでしょうか。ペイは1枚切れ、ウーワン、ウ
番。はい、ここで急走。ウーワンは D1 の現物、場には3枚切れの牌です、うん、私も面本イーシャンテンですが、なかなか手が進みません、はい、うん、ここで3色諦めましたね、想像、はい、の下が切れないんですよね。親リーチを受けて、はい、何十も、あ、これが、このペイは泣ける、はい、これは仕掛けていった藤島にも天牌が入りました。イーマンとリャンマンのシャンポン待ち、本一ドライチは5200点の天牌、はい、おー、な、リャンマン流れた、2枚目のペイ仕掛けた藤島でしたが、面前でいけばリャンマンは入っていたがというところですよね、はい、ペイもともと1枚切れですもんね、はい、これ泣くんですけど、あとイーワンが1枚か、はい、しかしここは華麗に藤島のつも上がりとなりました。本一ドラ1は歩が2個上がりますか、はい、60… あ、50歩ですね、50歩ですね、はい、はい、1600、3200のつも上がりはリーチをかわしての値千金の上がり、イーワンは場に1枚切れの牌でした、はい、ここはウーワンの統一落としから嬉しい上がりに結びついた藤島、親番を迎えます。このイーワンはすごく嬉しいですよ ね、もう僕なんて怖くて、まあ泣いては見たもののいつやめようかなって考えてるところですね、キョロキョロしながらもう安全牌、いや、もう剣牌引いたらやめようと思ってるところなんで、そうですよね、まあ、藤島さんなんか全部いきそうですけどね、大体もうなんかその前に決めていたところは、うん、そうですね、マンズ周り以外は全部いきそうなイメージですけど、はい、順単気でリーチをかけていた森下、それをかいくぐっての上がり、藤島上がって親番を迎えます。ドラはいい相当2曲です、ね、藤島さんにウーワンを問い落としされてるのは森下君が見えてるんで、まあ、闇手にしてね、スチワウーワンでリーチしてたらどうかだったかなみたいな考えも森下君があると思うんですけど、まあそれはしょうがないと、はい、まあ、どちらもあるところではそうですね、はい、ありましたか。ただ今日は森下はかなり直線的といいますか、うん、まあいつも通りですよね、はい、攻め込む姿勢を常に持ち続けると、はい、最前線にいますよね、最前線なんか大体休憩する人いるんですけどいつもいるなみたいな、前線にそう、最前線にまたいついんなみたいな感じですよね、一緒に言ってるとそのあたりも常に存在感を出しているところですかね。そうそうそう、目立ちたがり屋。さあドラドラ統一沢崎です。沢崎さんドラドラ多いんですけどね、はい、なかなか上がりまでは結びつかない感じですよね。そうですね、ただ今回は形も悪くなさそうですよ、うん、はい、どうなるか。沢崎の手配自身は難茶です。ちょっと1枚形が悪いところが解消できればというような手配、うん、さあそしてバカゼじゃないごめんなさい薬牌のチュンガ統一は山田です。そして全局上がりを決めた藤島、うん、まあ、順調にと言いますか、そうですね、手配伸ばしてきています。単品系でね、横伸びしそうな手配なんで、はい、感じそう、引き入れた沢崎一歩前進。これでこちらもイーシャンテンはチュンの本店が効く形、うん、ドラが言いそうで、一応下の3色があるんですよね、はい、見ました。ということでリャンカンを、はい、起こしましたか。さあ沢崎両冠両面のイーシャンテン、どちらも手が育ってきています、うん、これでイーペーコーも見れるようになったんで両蔵で目いっぱいと、はい、また点も少しずつついてきたところでしょうか。そうですね、イーペーコーで折り合いしましょうってことですかね。どっちの両冠にするかですけど、はい、まあ、早かったですね、選択。そうですね、まあ3色があるんですよね、6チッパの3色があるんで上に伸ばしたいっていう考えだと思いますけど、はい、ドラ、あ、ドラか。これは手の内に残していきます。さあ沢崎の手配両面先に埋まった場合はどうしますか。ドラドラですが、うん、どっちか決めてリーチするんじゃないですかね、はい、まあ、C1 が今デビューの目から4枚見えたんで、その壁を使って3ワン切ってロー1が出やすいっていう待ちにするかもしれないですね、はい、まあ、もう決めてると思いますどっちか、はい、あ、ここは闇点は関数1はまだイースマンの変化ないですよね、振り点ですもんね。これは沢崎さん得意のつもぎりリーチのやつだなるほど、よく見るやつですね。タイミングを測っての攻撃のターンとなるでしょうか。本当ね、
この公式ルール最近僕つもぎりリーチ最強説じゃないかと思ってきて本当に考えさせられるんですね。やっぱつもぎりリーチしねえ、はい、相手に課題を当てるわけですね。どういうことですかこのリーチしないのは。はい、何か手出し変化も空切りリーチしたいのかなですかね。やはり最後の手出しが G1 というのは、そうですね、 G1 が嫌だってことなんでしょうね。はい、さあ先生天杯、これは振り点の変化、沢崎どうする。ここでリーチに踏み切った。話題のつもぎりリーチは関数あんまちですよ。またすか沢崎さん、つもぎり今回は何ですか、はい、みたいな。山に2枚残り、もう宿題が出てるわけですね。そうなんですよね、本当にこれをね巻き戻す作業をしなきゃいけないんですよね手出しは最後最終手出しが G1 で、その後何か手配変化ある牌が出たのかなって考えをして、いろいろ無駄な能力をさせ られるんですよねこのつもぎりリーチが、はい、で考えさせられた。はい、ここでトンの仕掛け、テンパイローアンドローピンのシャンポンは親の仕掛け、はい、さらに仕掛けが入るチュンのポンはサブローピン待ち、山田にもテンパイが入ります。3名にテンパイが入っているが、ここは両層はまっすぐ、数は2枚残り、ダブトンドライチは藤島です。そうですね、数は2枚残りですね。まだ山には2枚残っています。さあどうだ、ローワンは2枚、ローワンが当たり牌ですね。ローマン藤島の当たり牌はダブトンドライチ、はい、沢崎さんつもぎりリーチだし、ウーワン3枚見えてるしなとかって考えながら、はい、でも藤島さんダブトンだしなって考え、はい、ダブトンポン、マンズが切りにくいですよね藤島さんに。はい、実際は数万ローマン、多分沢崎さんには取ると思ってるんですけど、はい、藤島さんに当たるかどうか、もうテンパイしてるかどうか今考えてるところ、あれ山田の、ね、次の手番に行ってしまってる、山田の手番ですね。そうか、すいません、最近切ったんです、はい、あ、いや、ね、山田の手番です、ね、はい、ちょっと次にスイッチがいっちゃったかなというところでしたね、はい、失礼いたしました。ここはスーピン当たり牌はピタッと止める山田、ね、ここに数案が来たさあこれは数案は手の内に使える形、さあ関数は待ち、残り1枚山に残っています。沢崎のリーチはドラドラ、打点は十分。藤島さんはチョンパイの順もスーッといったんで、もう勝負しますね、はい、これは、はい、こちらも存在感を出しているローピンとローワンのシャンポン待ち、はい、こちらにローマンが来た。これでローワン山からなくなりました。ローピンは、あー、数万、これ変化もありますが、うわ、やっぱいい街なんだ。中筋関数案、これを仕留めたのは沢崎です。リーチドラドラ5200点、藤島からの上がりで加点となりました、うん、沢崎さんの街が関路案にしてたら上がりないですもんね。はい、そうですね、関路案出ないような形ではありましたが、うん、 でも3切ってリーチするからまた違うかもしれないけど、また情報が変わってきますか。でも数ワンの方が上がりが早そうでしたね。見せよターチャを考えさせるような、うん、そして手配を分けるとドラドラ5200点と、ま、たああそっか、今回じゃなくてあ、はい、そう、先ほどの話です ね、あ、高いんだとそう、ね、なるわけですよね。さあこちら三色などが見える形はなんちゃの山田、ドラは3万です、ドラドラ森下はチュンが重なりました。南岩湖はお高瀬ではありますが一メンツができているということ、藤島はベーチャです。こちら薬杯の初がドイツの沢崎ですね、はい、ここはくっきり三色ですね。くっきり三色は狙っていきたいところ、これは形を決めるペン三ワン固定、ね、ドラが三ワンだったんでね、三色にやりやすいですよね。はい、これ藤島さんもね、はい、なんか高打点がドライチ使って見ながら3色もあるんでね、はい、結構やりやすいかも。3色は差し子の3色でしょうか。そうですね、でも差し子ろでも崩れそうですもんね、はい、トーンこれはどうする、つもぎり、おお強気、はい、親番中は沢崎です。さあ三層引いてさらに層図が伸びてきたか、これは手の内に残していきます。
山田さんとかね結構カンチャンペッチャンが多くてね、はい、受けを考えながらやる方が多いと思うんですけど、トンとかまっすぐいったの結構びっくりですね、はい、どこの多発も逃さないぞって形ですよね、はい、さあ先に初のポンが入っています。尾崎さん、からぎりリーチした次はまた泣くんすかみたいな、はい、今度はまた次は仕掛けての藤島さん、また今度絞りを考えなきゃみたいな、はい、めんどくせえなと思いながら、また神茶ですからね、そう尾崎のめんどくせえなと思いながらやってると思うんですけど、実際そのあたりもターチャにめんどくさいなと思わせることが、そう、それが強者なんですよね、はい、課題を常に与えてくる澤崎先生。そう、さあこちらでソーズメンズが増えました。森下はパースを切っていく、ドイツが3つある形、さあさらにメンツができた、ここはウーソ、これは仕掛けられる、はい、仕掛けていく、初を仕掛けている澤崎、ウーソを持ちして、ここはペンサンソーターツ払いは白トンを手の内に残していく選択と言えるでしょうか。そうですね、もうこれもねソーズの本位とかに見えますよね、はい、戦略的な泣きですね、はい、そして見えるのはドラを切りづらいけど、うわ強っ、あここはリーチ行きましたね、ドラを切ってのリーチはスーチーピンさらに、はい、そうですね、チーを入れました。イーシャンテンとなっているのは澤崎は初をポン、ウーソーチー、そしてドラの3番もチーしています、はい、イーシャンテン対する藤島はスーチーピン待ちでの先制リーチ、藤島さんのリーチも結構ファイターなリーチですよね、はい、自分はリーチのみですからね、うん、なんで他者から見れば藤島さんドラドラすかみたいな見え方だけど、はい、でも森下君がドラドラ持ってんのか、はい、ということはなんか手役絡みとかって見えるんで、はい、手役を考えるんですけど、でも絞きれないですよねこんな序盤だとね、はい、そうですね、順目もかなり早いところでのリーチ、チュンもね、チュン切って澤崎さんにロンって言われたコッパーだしみたいな、はい、そのあたりも切る範囲が難しく、そうですね、チピンめちゃくちゃいますねこれそうですね、さあそのあたりも澤崎の好きなようにはさせたくないぞというところも、ね、まあ、藤島含め他の選手もありますか、うん、引いてきたのはチヒソ、現在親の仕掛けと子供のリーチに挟まれている、そうなんです、スーチピン待ち山にかなり残っているんですよね、うん、仕掛けや捨て牌などにはないですね、6枚、さあチーピンを重ねた山には残り5枚となりました。スーチピン手詰まり、パーピンがリーチの現物なんですけど、澤崎さんにはピンズが危なくて、はい、切れない、もう切るものがない、切るのがない、パズしたいですよこれ、なんだこれ、切るのがないのは目をつぶってチューンかイーソー、はい、チーソー行きましたね、うん、あ、ローソーのワンチャンスですか、はい、サーザキはスーチーピン引いても2度使える形、うん、3度使える形ですか、そうですね、リーチを受けています、チュンが現物になりましたね、はい、これでドイツのチュン、あ、ここにさらにスーチーピンが来ました、森下の元に当たり、はい、うん、押し寄せてきています、これはカンリャンソーのターツは自身でリャンソーを切っている、うーん、ハンドも強、まあ、もう切るしかないですからね、トン切るか想像切っていくかしかないですからね、はい、まあ、自身は手配4枚ですよね、そうですね、あ、そしてツモ上がりとなりました、これは歩が上がる方のスーピンツモ、うん、リーチツモは700-1300の上がりです、無事に、はい、こうね、リーチのみでヒヤヒヤしたんでしょうけど、ここは澤崎には親番をやらせることなく、はい、自身の上がりで曲を進めていきました藤島です。今回藤島のなんかトンあ2回戦はそうですね、はい、なんか前に出て戦ってますよ ね、 そうですね、なかなか澤崎さんのね仕掛けに対してもリーチに対しても引かずに前のめりにいってますね、はい、強い、勝負となるか2回戦、そしてこのハンちゃんおとなしいのはこちらの山田でしょうか、1回戦はトップ、はい、親番を迎えますドラガシャです、
順がトイツペーチャの沢崎、そしてこちら親番の山田は少々苦しい形、試合多いですけど、はい、真ん中の中車牌が多いんで単品に仕上がれそうな、見方によってはいい牌牌ですよね。横に、まあ、受け入れが広いといいますか、ターツができやすい形ですね。有効牌の範囲が広いために、まあ手は進みやすい形ではありますか、はい、さあこちらはシャーチャの藤島です。ではまあワンコにしたこちらもイースーチーピンのいい形がまだ残っている。3ピンも重ねた引いてくる牌も中ちゃん牌ばかりですよ ね。ドランのシャー切っていきましたね、はい。ラブトンは手の内に残しています。このトンは藤島の手に統一。さらに伸びてきた、ここでトンが打たれる、ここで藤島が仕掛けを入れる、はい、リーチをかけて仕掛けを入れてと、はい、大活躍ですね。藤島はあの全局に存在感を示しています。藤島さんもやっぱ何でもできますよね、はい、本当に泣いて、ね、バックとかもよく見ますしね、はい、リーグ戦などでもかなり仕掛けなども対応するイメージありますよね、うん、いいシャンテン。そしてこちらは沢崎の手番です。狭く受けましたね、ローワン切りと。ここで山田も仕掛けを入れていきました。ローワンをポンした、これは沢崎からのポンです、はい、やはり藤島のそうですね、トンのポンがあるのでスピードを合わせにいって、まあ自分もねドラムを切ってるんで、はい、打点はそんなに高くならないんで、まずは親番のレンちゃんの方に重点を置きましたね、はい。イメージでもいいシャンテンなんですねそうですね、なんかそれぞれ手が悪くないような形、うん、これで目いっぱいはパワーピンですけど、はい、チューンを落としてタンヤもありますね。さあどうする、ここはチュンの統一落としの選択としました。まあ、チュンが山田さん切ってる現物でもあったんで、まあ、様子を見ながらってとこだと思います、はい。さらにこちら換算層引き入れ天牌はウーパー層のピンフ天牌は森下、この手はリーチとはいきませんでした、うん。さあこの3層も切っていく、チーピンは手の内に残しています。こちらも形が良くなってきている、はい。尾崎さんもポンテンチー点取りそうですけどね、はい、トラが全部見えてるんで、あの2枚見えているので、まあ、場の値段と言いますかそうですね、このウーアンのチーとか沢崎さん入りそうですけどね、はい、チーして天牌が入る形、はい。山田はイーシャンテン、ローアンをポンしています。ここで天牌が入る3ピンとパーワンのシャンポン待ち、はい。まず天牌が入ったのは親の山田です。さあそしてこちら闇天に構えましたね、はい、チーピン今通ったばっかりのチーピンですか、はい、ピンフの役割天牌、沢崎にも天牌が入る、これで3名に天牌が入っています。そして4人目の天牌、うん、藤島、こちらはサブローピン待ち、うん、ドンをポンしています。全員先手、全員先手そんなことあります？これで当たりだ。あ、この3ピンは2人に当たりの牌。うん、これなんかいいピンを切ると、いいピンを切ると天牌しないよね。そうですね、3ピン切ってきて、はい、いいピンを切ると、はい、そうですね、2社の上がり牌止めました。これで山田の上がりが少々苦しくなったか、3ピン上がりだけ、うわすごくない、ちょっと止めましたね、ね、すごいね。ドラが4枚場に打たれている状況ではありますが、ここは沢崎手を止めた、すご、はい。山田と藤島の上がり牌、3ピンを手の内に入れて、しかももう一回ちょっと天牌入りそうな形でも、そうですね、まあ、山田さんがね間4件でサブロピン当たりそうっていうのはあるんですけどね、はい、大体1500ですよねみたいな感じで打っちゃいそうですけどね、はい。ただやはりその沢崎補充してなんかちょっと変わってしまうのが嫌だなみたいなところも、ね、本当流れとかを考える方ですもんね、きっとありますよね。なんでわざわざ当たる牌を切んなきゃいけないのって考えですよね解説でおっしゃってる方ありますよね。そうそう、さあ沢崎当たり牌だけは止めました。
一人能天だけはやってないですもんね。そうですね、現在は3人に転敗が入っているが少々厳しいか。アーマンズですが、これは違う。チーワンパーマン数万を引けばチートイツの転敗。これで当たり牌だ。これは森下の当たり牌、ウーソーもパーソーも当たり、山田もここで手が止まってますからね。親の転敗で手が止まるんですから、すごいですよね。はい、ターチャの転敗、行く牌と行かない牌がかなりはっきりしていると。さあ、ウーソーを切り出したが、ここは森下の上がりとなりました。ピンフ1000点の上がり、切っていった山田、そして止めた沢崎と。そうですね、まあ1000点の横移動ですけど、沢崎さんね、1000点減らないで曲が進んだんですからね、はい、やっぱこういう細かいのも大事ですよね。トーナメント、トーナメント戦、この1000点で後々の条件が大きく変わったりもたくさんある、ね、ありますよ ね、すごい。さあ、そして親番変わって森下難入となります。形かなりまとまっているように見えるドラノリアンスを使ったターツもありますね。さあ、メンツはありませんが悪くないか。こちらはなんちゃの藤島です。ソースがやや多い形、ドラのリアンスを1枚ある。沢崎、はい、くっきり見える。でもいいピン切ったよね今。はい、そうですね。 1,2,3 はイラジというところでしょうか。 1,3,4 から1切っていきましたね。ソースも 1,2,4 の形でした。なるなら2差しだろうってことですか。はい、決断が早いですよね。さあ、ウーソーを引き入れたこちらの山田はペーチャ、スーピンから切っていく。手の内想像がやや多いか、直前のペイも統一、ペイも統一なんで、本一好きの山田さんは本一を本線に考えると思いますけど、はい、一発裏ドラのない日本プロマージャン連盟公式ルール。そうですね、やはり選択通りと言いますか、一歩先を見据えての沢崎の選択は後々に結果が出てきますよね、うん。はい、ペアはまだ場には切られていない。先にソーズの形を決めた、ね、これはもう本一というよりはピンズが両面になったんでね、はい、これは染めなくてもペイポンポンシペイを軸にドラを使ってと。そうですね、2000点で考えてるじゃないでしょうか。それがこの山田の手配、引いてきたのはマンズのなんだろう、チーマン、白が1枚切れなんですけど、はい、目いっぱい切ってますか。はい、親が切っている白、そして白を残したのは森下です。親番中、いいシャンテン、いいシャンテン。さあ、うわ、ああこの数万は、ね、もう白を切って目いっぱいするか、チーワンパーワンのいいペーコまで見るかですかね。はい、はい、決めましたね。このチーマン仕掛けて天敗、リャンウピン待ちは藤島です。タンヤオの天敗、こういうチームもね、フットワーク悪いですよね、はい、まあ仕掛けて先手はあるんですけど、面単品が見える形ですからね。はい、常に前線にいる森下と常に動き回っている藤島と、ね、まあトップ面っていう曲回しっていうテーマもね結構あると思うんですけどね。はい、現在 34,900 点持ち、1回戦では3着スタートとなりました藤島。さらに一歩前進、いいシャンテンになった親もすぐ近くまで来ています。これは手の内から、イーソーが3枚切れでね、このドラのターツをどうにかしたいんですよね。イーソーソー数層はチーするけど、山田さんから出ることはないですね。はい、さあこれはない、はい、ヤングピンってすごく良さそうですけどね。そうですね、街の変化もあまりなさそうな形ではありますか、うん、ここにウーピンが1枚来た。サムリスタテンパイ入るか、入らない。下茶の藤島はタンヤオの仕掛け、サブローピンにも変えていきませんでした。ここにも来た、これは嬉しい、つながるウーピン、うん、そうですね、藤島以外のところに入っている、うんうんうん、
ウーマン、これは天敗あんこにしての親の先生リーチはいい数層待ち、リーチドライ1は高めでタイヤは数層当たり、はい、そう振り点、あそうですね、先ほど小層安敗3品だけ、はい、ここは目をつぶっていくしかないですね、振り返って小層の方、ね、こうタイヤのね天敗ってね、やっぱリーチに行かなきゃいけないんでね、受ける範囲がやはりそう少ないんでね、なかなか勇気のいるところなんですけど、まあ、これができるからこそまあ仕掛けてるんでしょうけどね、はい、まあ、仕掛けたからには全部行きますよっていうね、覚悟と言いますか、覚悟を決めてやってるんですけどね、こういうところが強いなと思うんですよね、特にタイヤ、あドラが重なりました、これで沢崎もちょっと行きたいような形になりました、いいシャンテン行きたい、はい、さあ藤島の街はリャンピンは優しくつも上がりそっと積もりました ね、つも300、500の上がり、押し切った、はい、森下もリーチまで手を育てましたが、ここは藤島の上がりとなりました、親番迎えます、石田くんもね親で手を吐いてリーチまで行くんですけどね、やっぱ相手が強くて押し切られちゃいますね、はい、かなり勝負形は作っているのですが、うん、そのあたりも、うん、この藤島という選手の持ち味といいますか、うん、そうですね、ね、ドラが3品、はい、親番を迎えたのは藤島、こちらなんちゃ沢崎の手配です、うん、急走からの第1打、そしてシャーチャの山田、こちらはドイツが3ドイツ、バカゼのなんと一盛りした、うん、本一見るかな、おもうマンズのタツから払ってくっきりと統一手と想像を本一を見ましたね、はい、打点を強くそうですね意識しましたか、1回戦4着スタートの森下は 24,600 点持ち、まだまだ苦しい点数とは言えないですが、そうですね、まあできればね、まあ1回戦がラスだったんでね、はい、2回連続の沈みはちょっと嫌ですよね、はい、そのあたりも見せ場を後半に残しつつもちょっと不安になるようなところでは、はい、うん、そうやっぱ置いてかれたくないですからね、はい、1人だけ4人中2名勝ち上がりのトーナメント戦です、勝ち上がった2名がベスト8進出となります、2名目はなってましたか、はい、この初は仕掛けていきました、あとは難が統一で手の内にあります、うん、CPU を残して想像ちょっとぼかしましたかね、はい、そのあたりも上がりたいがゆえに、まあ、悟られたくないと言いますか、うん、そうですね、さあそして親番の藤島目いっぱいに構えている、さらにピンズでメンツができたところ、ここでペン三層のターツ払いはいいシャンテンです、ウーピン支配がね全部ハックが1枚切りだけど失敗で、はい、変則艇の捨て牌をしてる森下くんの皮がね異様なんで、はい、切りづらいですね、まあ、自身もさほど上がりに向かうような手形ではないと、いうところ手の内の自牌を打ち出していかない選択、メリハリが効いてますよね、うん、まあ、自身マンズになった時だけ行こうってことですかね、はい、ドラがピンズなんでね、森下くんはピンズの本一に見せたいんですよね、はい、まだマンズとソーズしか来てないですよね、そうですね、ということで、まあ、チーピンは手の内に、うん、そうですね、戦略的な残し方だと思います、なるほど、リャンソー切られたということは、ソーズのウーパーソーやスーチーソーも仕掛けはちょっと、うん、そうですね、チーだとやっぱり弱いんで、はい、ちょっとできればポンしたいんですけど、ポンできる牌もない、まあ、ローソーしたらねもう上がりが遠のくばかりなんで、はい、まああとはちょっと自力になっちゃうかなって形ですよね、はい、さあパーソーが打ち出された、前順に9ピンを切っています、うん、森下ここで仕掛けを入れて一歩前進、ここは仕掛けての、まあ、スピードアップといいますか、そうですね、まあ切り出しがねマンズの中ちゃん牌からなんで、ドラ絡みというよりはやっぱり染め手に見えちゃうんで、
そうつってバレちゃいましたかね。それでこれで、はい、ようやく、まあ、先ほどの嘘は仕掛けずに、まあ、見せ方意識しましたが、まあ、やはり順目も進んできたところもありと。そうですね、パス走が3枚目でした ね、はい、ね、まあ、あまりにも苦しい部分と、うん、さあイーマンさらにマンズ伸びてきているのは沢崎ですが、ここからこの手をどのように料理していくか、嘘を切っていった、うん、まだ天敗には見えずと。そうですね、さあこれでペンサンソーのターツができました。裏残していく、うん、藤島これは天敗、はい、勘腕、はい、勘腕役なしですが、ここは闇天に構える三色の変化などもある形、はい、ドラドラさあ引いてきたのはソーズだが、これは使わない、はい、うん、現在天敗売れてるのは親の藤島。なんかすごい形になった。そうなんですよ ね、3万は4枚使い。まださんもチートイツのリアンシャンテンで粘ってはいるんですけど、はい、ソーズの森下君に自敗とね、チーソーが打ちにくくて、シャーが安全牌か。はい、一旦安全牌のシャー。おー、ペンサンソー引いた。スッチーソン待ちで天敗を入れました。初をポンしてパースを注意しています。本一の天敗は森下、初本一の天敗は3900点、はい、いった今ションパイのペイが森下君からできたんで、はい、もう自敗はほとんど余ってないんです。1枚切れか、はい、まあでも自家製のペイですからね。そうなんで最後のね、もう天敗っててもおかしくないに風呂しているところからの、はい、もういよいよかなと、うん、そうですね、役なしのカンウーワンでね、押せるのも強いですよね。はい、藤島ですね。うん、ローワンが2枚見え、9ピン2枚切れなんで、カンウーワンはキープですけど。はい、まあ、9万かローマンかの選択と、だところでしょうか。さあ現在天敗森下はスーチーソー待ち、しかしこのスーチーソーは山田の手になんと4枚使われている。総崎さんって天敗ってた？テンパってるけど、あ、テンパ入れてましたね。サンフリドラドラ、あ、本当だ、ですか、いつの間にか失礼しました。フリテンですよ ね、そうですよね。60巡目に2ピンを切っているが、いくー3層は仕掛けを入れてる森下には通っていない、はい、自身はフリテンのテンパではありますが、つまがり、ここは森下嬉しい上がりとなった。初本一千二千のつも上がり、なんかちょっとほっと一息したような。そうですね、うん、これでもう原点付近なんで嬉しい上がりですね、はい、嬉しい上がりとなりました。さあ森下上がって藤島の親番流していきました。迎えた親番は沢崎です。南三局、なんか親の連勝がもとないんでサク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 進んでますよね。そうですね、各選手持ち点も3万点前後と、流局も少ないし、はい、早い、まるで台本があるかのような早い展開となっています。このベスト16の D 卓、チャンタがあるから南3局数ワンか素直に吐くか、カンパーピン払いはミジミジで、しかもターツでしたからね、一応本一ですね、はい、ソーズが多い形ではありました。山田さん難しいな、はい、さあ選曲は森下、藤島と沢崎の天敗をかいくぐって本一の嬉しい上がりとなりました。さあさらに想像が伸びてきた、これはカンパーピン払い成功か。ちょっと親がね、1段目からカンパーピンのターツ払いとかねビビりますよね。本当に やめてくれと思うんですよね。沢崎さん何してるのかなと本当に嫌になるんですけど、逐一その行動をね、見ていきたいところではありますよね。さあ E ピンは手の内に残して数案切りとします、ね、まだチャンタがありますからね、はい、手役の幅残しての選択、初が統一は山田です。重ねたのはウーピン、うん、これ
でソーズで一面ずつ、そしてドラのトンが1枚あるのはこちらペーチャの藤島です。そしてもう1枚は沢崎の手の内、山には2枚残り。非常に速いスピードで回っています。ドラが分かれましたね。はい、3面に割れた。このドラ持ってない森下くんが大チャンス。はい、まあ、ドラ重なると嬉しいですが、1枚だとちょっと足かせになってしまうと。森下くんはタイニアを3色が最高打点ですかね。はい、全局に続いて上がりをものにできるか。さらにソーズが伸びてきた。これは嬉しい。パースをつも沢崎何を選択するか。3ピンから打つか。ウーソーを切ってね、チャンターの天秤をかけるっていうのもあったんですけどね。なるほど、これは素直にソーズに来ましたね。はい、ソーズの受け入れ残していく、はい、さあ3ピン、いいピン切ったのに3ピン残した。はい、3ピンの頭って構想もあるんですかね。はい、そうですね。うん、そう、これは嘘を取っといたのがちょっと効いたんじゃないですか。うん、イーソー1枚切れ、リャンゾー1枚切れなんで、はい、全部ポンあるな。ペンサンゾーは小しそうですけど、どちらも、うん、サンゾー小するか。イーソーリャンゾーは僕ちポンしそうですけど、はい、そう出た時微妙。このまま行くと鎮逸もある形。うん、ね、あ、来たよ来たよ来たよ。あ、カンチーピン引き入れた。この転廃どっちの軽点、仮点を取るか。一旦3ピンの方がウーピンが切れて良さそうだったんですけど、はい、1枚切れで枚数で、単純枚数で決めましたね。はい、タンヤを小層短期の、まあ、仮点と言っていいでしょうか。そうですね、すぐ変化しそうですもんね。はい、転廃を入れました。森下です。あ、出た。あ、このチーソーは上がらない。上がらじ、上がらじ、上がらじのチーソー短期。そして森下手を伸ばした、引いてきたのはパーピン。ウーパーピン待ちへの変化、こちらの表情。上がらじ、ここは手を大事にと、うん、たところでしょうか。山田から打ち出されたチーソー、これは1枚目場には打たれた牌ではありましたが、待ち合い変化してウッパーピン待ちはタンヤオピンフの手配。アガラジの選択としました。ね、まだ2回戦ですよ。ね、ラス前で上がれば原点付近でオラスですけども、まあ299ですもんね。さあ、ここで仕掛けが入る。マムシが来たぞ。鎮逸のイーシャンテン、ドラを引いても嬉しい形。いっぱい九州っぽい人がいたぞ。そうですね、気になるのは山田の手配も同じと E1 と9ピン。うん、さあ、パーピン打たれると、まあ、ね、そうですね、ウーパーピン待ちに変化がなければ森下の上がりとなる。さらに引いてきたローソー、急走は親が想像が高い。はい、沢崎も鎮逸の急走がないんですよね。山田さんが国士で1枚使ってて、はい、1枚切れで、なんでサブロスを引いちゃうのが上がりやすそうですけど。ドラが来た。そしてパーピンが打たれたが、このパーピンは森下が捕まえる。タンヤオピンフ2000点の上がり。チーソー見逃しからの打点がちょっと上がって、自分に3万点の、そうですね、はい、原点復帰が。まあよし、まあ親にポンって言われてね、やべえと思ったと思うんですけど、見逃して無事上がれてよかったです。まあ、より3色やピンフなどの変化もある形というところで、そうですね、3900以上で上がりたかったと思ったんですけど、はい、ウッパーピンだとね、ウーピンとパーピンがあまりにも悪かったんで、リーチで3900いけなかったんですけど、はい、他の形で3色になるか、メンタンピンだったらリーチしようと思ってたと思うんですけど、まあ2000点ならよしっていう考えだと思いますけどね。はい、まあ一旦原点復帰となりました。うん、はい、これで山田以外の3名が原点ある状態での難易4局迎えた親番は山田です。うん、ドラはパー1。うん、まあ、ここで山田が一上がりして、また誰がトップ取るかわからないような状況にもなりそうなところ。うん、さあ、チュンが統一になっているのはシャーチャの藤島です。こちらストレートに手を進めていく。ハクが統一は沢崎と、まあ、各社仕掛けの手材料はあるような形。うん、それに対して山田親番連チャンすることができるか。しかしこちら手がすくすくと育っている。そうですね、これは仕掛けられる対応になったらOPはすごい嬉しいですよね。はい、まあ、上がれば無条件で2着には浮上と。うん、
心盛り下の手配も気になります。さあしかしこちらもメンツができた一歩前進は多発の選択となりそうです。山田は何を選ぶか。そうですね、一人沈みの山田さんなんで他者の3人がもう浮世確保のために早上がりが目に見えてる状況なんですよね、はい、なんで悠長に手を構えてる場面でもないってのが分かるんで、はい、手組みが難しいところですね、はい、ベンチーマンの形は悪いですがドラターツではあるというところではありました。さあ川さんピン引いたターツ選択大事になってきますよね。そしてチュンが統一藤島、白が統一の沢崎も、まあ、ひと泣きしてすぐに上がりに向かうような、ね、さあチュンが出た、これは仕掛けていく藤島、本日見たカンパワーのターツ外し。沢崎さんもねまた原点付近なんでねどうしても上がりたい、はい、ですね。なんかちょっとうかうかしてると親が上がって原点割れてしまうような。そうそうそう、さあイーソーもポンできたぞ、藤島一歩前進となります。これでイーシャンテン、島がチュンとイーソーポンしてかなり存在感のある捨て牌と。そうですね、佐々木さんもね1300と言われると沈むんでね2フーロされるとドラカさんなりましたよ。これは闇天、甘露相町闇天に構えた親の山田、ちょっとターチャに影響をなんかリスのこの手つきは与えたいところですが、ここは森下一太リーチサブロス相町、すごい役割リーチだって、はい、1000点出すと原点は、あここも天牌が入った、リャン相町藤島も天牌が入る、2人に天牌、3人に天牌が入っています。このリーチすごいね、はい、原点割れてしまいますからね。まあ想像かぶりでね、ドラ何個になった、ね、まさか嘘危ないのか、想像の情報はないよね、はい、そうですね、と言ってドラは切らないから嘘勝ち一層選択すると思うんですけど、はい、嘘当たり、はい、サブロス相町とリャン相町が待ち構えています、ね、ここは嘘を切り出したが、これは藤島への宝珠となりました。森下は無念の原点割れ、上がったのは藤島です。チュン本一3900点、宝珠したのは山田です。あーこちらの表情きつい。この上がりで2回戦が終了となりました。2回戦はトップに藤島、2着に沢崎、3着原点割れしてしまった森下、そして4着山田の並びで終了となりました。以上の結果で2回戦が終了となりました。続きまして3回戦です。